吉田さん、案件また来たんですか？いや、いいですね。時計みたいなおしゃれなやつだったら私もやりたいんですけども、私のところに来る案件って、なんかいまいちね、ビジネス系っていうかね、あ、こいつアフィリエーターだなみたいなやつしか来ないんですよ。もっと爽やかなやつ欲しいなと思うんですよ。私、アフィリエイト、もうとっくにやめてるんでね。いや、それにしても、この連休中、吉田さん、動画の返信がなんかいまいち遅いような気がするんですけども、まあ、なんかお忙しいんですかね。考えてみたら、ゴールデンウィークって格好のセールス時じゃないですか。いや、もっと言ったらゴールデンウィークの前1週間ぐらいからね、ガンガンセールスかけていって、ゴールデンウィークで人生変えましょうみたいなね、この連休中に生まれ変わりましょうみたいなやつがあったかもしれないです。なんかそういう感覚もだんだん私もね、薄れていきまして、特にね、最近はね、不思議なんですよね。どんどんいい話が集まってきて、怪しい話が来ないんですよ。さっきのアフィリエイトの話とは全く相反するんですけども、これを紹介してくれってくる分には私好みのやつあんまり来ないんですけども、情報を探していくと、あ、こんなすごいのがあったのとかね、結構あるんですよね。あ、そうそうだ、あのね、吉田さんね、塾生さんの話してたじゃないですか、弟子がどうとかっていうの。私の速稼塾の塾生さんの中にも、私が暗号通貨のことを話してるもんだから、それに影響を受けてね、暗号通貨はものすごく勉強して詳しくなって、すごい仕組みを作った人がいるんですよ。それがステーキングってやつなんですけども、今度ね、5月5日ライブするんですよ。ステーキングっていうのは、暗号通貨を持ってるだけで、持ってることによって、危険が全くなくね、報酬が5日ごとに振り込まれるっていう仕組みなんですよ。これは最近ディファイっていうんですけどね、分散型金融って言って、暗号通貨のニーズっていうのは高まる一方なんですよ。だからこそ暗号通貨を持ってる人に対して報酬を払っていくっていう仕組みが、まあ細かく言ったらね、長くなるんですけども、仕組みがあって、それによって暗号通貨の安全度はさらに担保されて透明性が増すっていう仕組みなんですよね。まあ、これを説明すると長くするんで割愛しますけども、とにかくステーキングっていうのは5日ごとにお金が入ってくるんで、もうホクホクなんですよ。で、これがまたね、最近の暗号通貨の値上がりに拍車をかけているってところなんですよね。いや、すごいな、今度こそなんかの罠じゃないかなと思うんですけども、でもね、自分のウォレットって言って、自分のお財布に入れてある暗号通貨を動かす必要ないんですよね。ここに暗号通貨がいくらいくらありますから、それだけ知っといてくださいねって形で委任って言うんですけども、それによって報酬だけ振り込まれるんですよ。だからこのお財布の中に入っているウォレットの中にある暗号通貨を動かしちゃったら、それこそ持っていかれたりとかね、そっちで不祥事が起きたりとか、盗まれちゃったりとか、あとはロック期間って言って、何日間か預けておいてくださいねって言うんじゃないんですよ。別に今日ステーキングして今日解除してもいいんですよ。報酬が振り込まれた瞬間にやめても全然構わないですよ。で、その最小単位ってのもないんですよ、別に。まあ、最低1ですよね。数百円から預けることができるという、ね、委任っていうんですけどね、預けるわけじゃないんですけど、だから自分のウォレットの中にある暗号通貨いくら使ってもいいんですよ。自由に使えるし、自由にできるし、全然こう自分の自由なんですよね。なのに報酬だけ振り込まれるみたいな形なんですよ。そこまでね、詳しくなっちゃう人がいるっていうのがすごいなと思いました。いやー、持つべきものは弟子だなという感じですよね。私の場合はもうお客さんという概念がありませんので、全て弟子ですね。塾生イコール弟子でございます。吉田さんはまあ弟子っていうのと塾生さんっていうのとね、あとお客さんっていうポジションがあるのかな、分かれてるみたいですけども、私はもう完全に少林寺みたいに、私の師匠のもとに集まる弟子ですよね。だから波紋っていうのもあります。私が気に入らなかったら波紋ですまあね、やっぱり分かんない人もいるんでね、グダグダと、グダグダって言ったらあれですけども、やっぱり自分の責任で全てやることと、あと自分で学ばなければ競争に負けるってことなんですよね。賢さの競争に、そういったところがありますね。まあいろいろと話しましたけども、まあ弟子自慢だったら、私は今ね、時代の最先端を行っている、こういったすごい弟子がいるぞということで、ね、自慢できるかなと。私自身は自慢できないんですけどもね、弟子の成長には本当にエールを送りたいなと思います。5月5日21時からズームでステーキングライブ、これがすごいですよ、本当に。もう毎月ね、何十万も振り込まれちゃいますからね。ということで本日は以上でございます。いってらっしゃい。スロプロ3つのボタンを押すだけ。